オレンジとレモンの遊び方オレンジとレモンはイギリスを中心とした英語圏の同様であるマザーグースの一編でロンドン橋落ちたのように二人がアーチを作りその下を他の子供がくぐり抜ける遊び歌ロンドンの金づくしの歌でイギリスでは特に好んで歌われていてそのメロディーは長い間 BBC のインターバルシグナルにも用いられていた様々な版があり 多いものでは16の鐘が登場する歌があるが、6つの鐘が登場する歌が一般的である。オレンジズレモンズオレンジズレモンズ、セーザベルズ・オブ・ストリート、クレメント、SUOME5 ファーゼングス、セーザベルズ・オブ・ストリート、マーティンズ、When Will You Pay Me? ー,ペミーベルズ・オブ・オールド・ベイリー。When? アイグローリッチ、セーザベルズオブショアディッチ、ウェンウィルザットビー、セーザベルズオブステップニー、アイアイムシュアー、アイドントノー、セーズザグレートベルアットボー、ヒアカムズ、エイキャンドルツー、ライトユーツーベッド。ヒアカムズ、エイチョッパーツー、チョップオフユーアヘッド、オレンジトレモンオレンジトレモン、と、セントクレメントの金がなるよお前にゃゴファージングの歌詞がある。 セント・マーチンの金が鳴るよいつ返してくれんだよ。と、オールドベイリーの金が鳴るよ。お金持ちになったらね。と、ショーディッチの金が鳴るよそれいつなのさ。と、ステプニーの金が鳴るよさあ知らねえよ。と、某の大きな金が鳴るよお前をベッドに案内する。ロウソクが来たぞお前の首をちょん切りに。首切り役人が来たぞ。ストランドのセント・クレメント・デーンズ教会。 ツ日に4回、オレンジとレモンのメロディーの鐘を鳴らしている。セント・マーチン・イン・ザ・フィールド教会。コックニーたちが、毎年10月初めに収穫感謝祭の特別礼拝を行っている。ショーディッチ教会。歌に由来する教会であることを示すかのように、郵便受けに、オレンジとレモンと書かれている。セント・メア・リール・ボ教会。さあ知らねえよと鐘を鳴らすボの教会。 喫水のコックニーとは、もともとこの教会の鐘の音が聞こえる、範囲内で生まれた人のことを指す。歌の歌詞の意味やその成り立ちについて、残首の処刑が公開されていた頃、死刑執行の合図に鐘が鳴らされていたことが、借金を返せずに首を切られるという死に、結びついたという説がある。セントクレメントの鐘の教会として、ロンドン橋のたもとにある、 イーストチープのセントクレメント協会とストランドのセントクレメントデーンズ協会がそれぞれ名乗りを上げている。セントマーチン協会の候補の一つとしてドラファルガー広場の東北の角に面しているセントマーチン・イン・ザ・フィールド協会が挙げられている。オールドベイリーは中央刑事裁判所の通称。中央刑事裁判所には金はなく、 道路を挟んだ反対側にあるセントセッパルカー教会の鐘のようである。ショーディッチ教会は、シティの外側にある、ショーディッチ地区の教会。ステップニー教会は現存せず、現在はセントダンスタンズ教会となっている。ハット帽協会の正式名称は、セントメアリール棒教会。最終節の首をちょんぎるという歌詞のために、ミステリー小説、推理小説。 同志向の漫画作品や映画の題材とされる場合が多い。以下に、年代順に引用例を挙げる。鳥山淳子著、もっと知りたい、マザーグース参照。鷲津夏江著、英国への招待マザーグースを訪ねてには、イギリスでは、ロンドン橋落ちる以上に親しまれている、マザーグースであると記されている。藤野則夫著、名作マザーグース70戦には、 ロンドン旧市街のうちと近郊の教会の鐘の歌で、あるため、アメリカの子供たちにはあまり好かれていないようだと、記されている。フレドリック・ブラウン著、ョ、長首を切りに来たの中で、我が国では、あまり広く知られていないと登場人物が語っている。矢野文チ著、やられるのは、いつもコックロビンには、もともとは、14の教会の鐘が出てくる、ものだった、鳥山純子著。 もっと知りたい、マザーグースにも、多いところでは14の金が歌い込まれたものもあると、記されており、北原白州役、マザー、グースに、初週の、セントクレメンツの金にも14の金が登場しているが、和津夏江監修、文、マザーグースを口ずさんで、英国同様散歩には、 オレンジとレモンオレンジズレモンズに歌われた16の教会の鐘のページに16の鐘が出てくる歌が掲載されている。フレドリック・ブラウン著・チョ、長名が首を切りに来たの中で主人公が教わった同様の一節として夜間にお鍋とセントアンの鐘が言いましたと記されているがセントアンの鐘の節は16の鐘が登場する歌と14の鐘が登場する歌にはあるが 一般的な6つの鐘が登場する歌にはない。ここでの日本語訳は、萩尾本著、ピカデリー七時や鳥山純子著、もっと知りたい、マザーグース、藤野のりお著、図説マザーグースなどを参考に、記事作成者が行ったものである。ファージングは、イギリスの急降下。ワシズ・ナツエ著、ようこそ、マザーグースの世界へ参照。ありがとうございます。